皆さんこんにちは、ボンドチャンネル土井パフォーマンスです。今回はボンド東京でカスタマイズした車両を紹介したいと思います。紹介してくれるのはいつもの内山店長です。はい、よろしくお願いします。内山です。内、よろしくお願いします。はい、お願いします。今回紹介する車がこちら、はい、フェラーリ812スーパーファストでございます。これははい、ライブ配信でもすごいのできましたねなんて話もしましたし、はい、ブログでも紹介させていただいた車なんですけど、はい、今回ちょっと詳しく紹介しちゃうということで、はい、まず色が、はい、こんな色あったのっていうまたフルラッピングですね。はい、イノゼテックの、ミッドナイトブルー、ね、ミッドナイトブルーなんだ、はい、一応、まあ、いわゆる紺色ですね。もともとオーナーが812を探してた段階で、まあ、ネイビーを探してたんですよね。まあ、フェラーリでも女性カラーはネイビーあるんですけれども、まあ、そんな時たまたまこううちにカーボンパーツがついたちょっとカスタムされた車が入ってきたんで、まあ、ベースにいいなということでご購入いただいてフルラッピングして、もともと黒だったんですけども今回こっちのネイビーに変更させてあげます。もうそもそもネイビーを探すっていうのはちょっとすごいクロートですよね本当に。で、紺色って決してこうすごく人気があるカラーじゃない、やっぱりカスタムしていく上でネイビーとか、まあ、紺色ってやっぱ外す色だと思うんですけれども、うん、だけどやっぱりこれだけね、カスタムしていくとかなり決まる色じゃないですか。めちゃくちゃかっこいい、はい、ちょっとこの普段見ない色のフェラーリのちょっとかっこよさっていうのを再確認しました。でちょっとよく見ていただけると分かるんですけど、はい、こう紺色かな、もう光が強く当たるとこうブルーにこうグラデーションする感じ、ね、濃いブルーに。これは多分言わないとラッピングって分からない。分からないですね、うん、やっぱりイノゼテックなのでツヤ感もすごくいいですし、でまた貼ってるこの技術がすごいです、はい、で僕らは結構撮影でいろいろいろんな車、もううちで作った車でじゃなくて、まあ、海外のショーとか、まあ、いろんなの見てきましたけど、はい、結構こう貼り方もこうパッと見切れでも分からないように中のこうノリがこうずれちゃってるのが見えたりとか ありますね。あとはこう端っこの処理なんかで、はい、あ、ラッピングだってすぐ分かっちゃうのなんかもあるんですけど、はい、これはもう本当に分かんないね。そうですね、めちゃくちゃ綺麗に貼られてると。でまたあと今回この、はい、紺色が映えるのがこのカーボンパーツ、はい、もう満載ですね、はい、もうカーボンのお化けみたいになってますけどこれは今回結構その、まあ、ノビテックをベースにちょっとずつマンソリーのカーボンパーツもそうなんだ、はい、追加したりしているので、まあ、ちょっとブランドミックスにはなるんですけれども、まあ、すごくまとまった1台に仕上がっていると思います。違和感がない、はい、これどの辺がどのブランドか、はい、まずですね、フロントスポイラー、はい、あとはこのバンパーグリルの周りですね、ここはノビテックになります、はい、あ、これノビテックなんだね、はい、なるほど。で今回このヘッドライトのエアベントの部分をマンソリーの、あ、これはマンソリーなんだ、はい、ここ逆にノビテックはないので、うんうん、はい、ここはマンソリーにしてます。なんかここも白い車とかでここカーボンのパーツつけるとこう、はい、ライトが大きく見えたりするけど、そうですね、また紺色だとちょっとまた雰囲気が違って、結構やっぱりなんかその馴染むというか、うんうんうん、まあ、ベースが白でカーボンつけると結構色のギャップが大きいんですけれど、まあ、紺色なので、まあ、ダーク濃い色の車だと結構カーボンがしっくり馴染むようになってるんで、まあ、そこまでこうカーボンが際立つじゃないですけど、まあ、いい感じに馴染んでるので、あとこの辺なんかもしっかり、はい、そうですね、カーボン、この辺はノビテックの、あ、これノビテックなんだ、カーボンパーツになります。え、じゃあ前回りこれ純正でカーボンパーツはついてない、ついてないです、もともとついてない車だった。なるほど、はい、でここが、まあ、グロスブラックになってるんですけれども、まあ、ちょっと、もともとマットブラックなんですよ。マットブラックしかないんですよフェラーリって。あ、そうなんだ、はい、だけどなんか他にマットブラック使ってる部分がないので、ここはエステックの、まあ、この前モンドボディのブログでも紹介したダイノフィルムのグロスブラックのフィルムでツヤを出してます。あ、なるほど、結構この辺もツヤ感高いんで、はい、パッと見分からないぐらいの、ね、はい、続いて横を見ていくとやってまいりました、はい、もう最近もう支持率が急上昇中のエール13、はい、ただこれ僕がエール13ばかりを進めているわけでもないんですよ。あ、そうなんだ、はい、ただ結構お客さんからエール13いいよねっていう話から始まることが多くて、
今一番オーダーしている数は多分 AL13 が一番僕は多いですね。なるほど。まあ、でもその辺はちょっとこうスタッフによってやっぱり開きはあると思うんですけれども、うんうん、まあ、今回装着させていただいたのが DB008 ですね。まあ、これもやっぱり5本のこうダブルスポークをベースに枝分かれしたメッシュのデザインになっていて、でフィニッシュがポリッシュドトリプルダークティントもうなんかスターバックスの注文みたいな、ちょっと複雑な名前ですけど、エール13の、標準のフィニッシュのガンメタよりも濃くしてあります。あ、そうなんだ、はい、なるほど。ちょっと金属感もありつつ、そうですね、エール13だと今トルクグレーっていうのがあるんですけど、もっと薄いので、うんうん、もっとガンメタっぽくしたかったので、トリプルダークティントっていうフィニッシュにしてます。まあ、やっぱりちょっとこのセンターキャップがこれね、ポリッシュベースなんで、めっちゃかっこいいね、これ、はい、立体感がかなり出てて、なんかカーボンにするフィニッシュなんかもあったりするんですけど、そうですね、こうポリッシュポリッシュでこう内外合わせちゃうと、はい、こう見えなくなるかなと思ったら、ね、逆にこの影が出て、はい、この立体感がすごくかっこいいですよね。もしかしたら立体感が一番出るこう組み合わせかなっていうのを感じました。うん、そうですね、あと今回ちょっと注目なのは、はい、ピアスボルトが全隠しそうですね、ブラインドです。これは割とこう複雑な形状のディスクなんで、はい、まあ、ピアスボルトは出さない方が車の雰囲気に合ってるかなと。まあすっきりした印象にもなりますし、じゃあワンピースでいいじゃんって思われてしまうかもしれないんですけれども、まあ、そこをあえてツーピースにすることで、まあ、だからやっぱり合わせ面が一段高くなっているので、ものすごくホイール自体も立体的に奥行きが結構ありますね、出てると。はい、だからもうこのカーボンのカーボンセラミックのブレーキと、はい、この 色合いがちょっと近くて、そうですね、この辺も一体感がすごくある。カ、はい、リパーもわざわざグロスブラックにペイントしてます。あ、そうなんだ、はい、あ、これ色替えしてんの。色替えしてます。色替えしてグロスブラックにしてます。でもついこの間ライブ配信でイムナテンションも言ってましたけど、はい、黒ってちょっと選べないけど、黒ちょっと最強じゃないかっていう確かに最強だから結構僕もグロスブラックは勧めること多いですね。なるほど。ペイントあまりなんかその、まあ、強調しすぎたくないっていうのもありますし、あえてそこを黒で消し込むことでもうホイールをもっと際立たせることもできますし、まあ、そこはやっぱり車の仕様によって、うん、また違うと思うんですけど、なんかもう本当に全体的なまとまりがすごい。そうですね。そして今回ローダウンも割と激しめですけども、はい、やっぱり低くないと。これは、はい、何で下げてる感じですか。これはノビテックのスプリングですね。あ、ノビテックのスプリングで、はい、なるほど、しっかりローダウンされてる、はい、そしてあとところどころ見ていくとフェラーリのこのエンブレムなんかもしっかりスモークになってて、スモークかかってます、はい、黄色主張しすぎないようにトーンダウンされてます。なるほど。意外とフェンダーのウィンカーなんかももともとクリアだったんですけれども、わざわざオレンジにしてます。あ、そうなんだじゃあこれも全体的な印象に合うように。そうですね、これはもうオーナーのこだわりでウィンカーオレンジにしたいということで。あと横もカーボンパーツが、はい、横のカーボンパーツはノビテックですね。この辺は基本このダクトの部分、サイドスカートとこのダクトの、まあ、フィンの部分ですね。あとはドアミラーカバーもノビテック製になります。なんかノビテック本当になんか純正プラスアルファっていう感じ ですね。その純正のイメージを崩しすぎないので、ものすごくまとまった仕上がりになるので、僕は個人的に結構好きなんですよ。なるほど。でとにかくこの横のラインが美しいんで、はい、ちょっとこのグラデーションが出て、そうですね、はい、本当にボディカラーとこの造形が合ってる、はい、そして後ろも同様にフロントに合わせたフィニッシュですけれども、はい、まあ出面がさすがウッチーという感じでパンパンです、はい、パッツンパッツン。これちょっと実写とその画面で見ると少し違く感じるかもしれないですけど、はい、もうとにかくもう辛い地も辛い地、ね、最初ホイールつけてリフトから下ろした時は走れないんじゃないかってちょっとドキドキしましたけど、もうそのぐらいの超絶クリアランスで仕上がっております、はい、まあ、当たらずガンガン乗れるようになってます。であと後ろに回っていくと、後ろもカーボンパーツ満載な感じで、はい、満載ですね。下のディフューザーのパネルはノビテックになります。あ、これ下、はい、ノビテックなんですね。でこのリアスポイラーもノビテックで、この真ん中のパネルとテールの
周りはマンソリーになります。これマンソリーのこのリア周りのパーツめっちゃかっこいいね。これかっこいいですね。これまた紺色にこれをはめるっていうのが、はい、ちょっとこう赤白とまた違った雰囲気、はい、まあ、実はこのオーナー81の GTS を今オーダーしていて、で GTS 来るまでに、まあ、つなぎでクーペをつなぎで乗る車じゃないから買ったんですよね。あ、そうなんだ、はい、でその GTS に もちろんカスタムをもう考えていて、まあ、ちょっとクーペの方でこのカーボンパーツつけたらどうなるかっていうのを今試してみようっていうのででこのマンソリーのこのリアパネルとかもは、まあ、ちょっと試しにつけてみようっていうことで、もうノリが1分の1プラモデルですけど、はい、そうですね、めちゃくちゃかっこいい。これは試しにやってみようっていう金額ではないですけどね。確かに、はい、ただ本当にこれはあの他81に乗られてる方にも僕すごくおすすめしたい、はい、このめちゃくちゃ今日撮影でちょっと後ろをついてたりしましたけど、うん、リアビューがめちゃくちゃかっこいい、はい、まあ、でもやっぱりこのダーク系のボディカラーだからこれだけカーボンのパネルの面積が大きくてもちゃんと馴染んでるんだと思うんですよね、うんうん、確かに。やっぱり白だとちょっとこう陰影がきつくなりすぎちゃうと思うので、ちょっとそれはまた判断難しいですけどね。この辺も塗ってあるの？はい、エンブレムも塗ってあります。はあ、もうところあの隙なく全部。そうですね、基本的にはまあボディカラーのネイビーとグロスブラック、あとカーボンで、ボディカラーも大体まとめてる感じですね。いや、めちゃくちゃかっこいいですね、はい、じゃあ続いて内装も見てみたいと思います。内装はあんまりこう、そうですね、基本的にはあまり大きく手は加えていないんですけれども、まあ、ステアリングのフェラーリのマークの部分ですよね、先ほどのフェンダーのエンブレム同様スモークで、はい、トーンダウンさせていて、中もちゃんと合わせてあります。なるほど、はい、で中は割とこういろいろカーボンパーツが、そうですね、これはもともと純正で入ってました。あ、の中の色もかっこいいね。このいいですね、すごく落ち着きがある感じ、はい、おしゃれですね、この車。めっちゃおしゃれだね、これ。じゃあうち最後になりますけども、はい、じゃあ結構、はい、この色なんかだったりだとか、はい、あのカーボンパーツだったりとかは、はい、後からこんな風にガラッと変えちゃうこともできるんで、できちゃいます。まあ、ベース選びから結構選択肢が広がるんじゃないかなっていうのは、はい、やっぱりフェラーリは結構、まあ、いろんなメーカーからカーボンパーツが出てたりするので、結構自分のこう理想に近づけることは多分できるんじゃないかなと。なるほど、じゃあ今乗られてるオーナーさんも、はい、まあ、車探してる方も言っていただければ、はいはい、ない車にこうカーボンパーツたくさん足したりとか、はい、まあ、あとは色をガラッと変えてイメージ変えるなんてこともできるみたいなんで、はい、まあ、お気軽にボンド東京、はい、内山店長までご相談ください。というわけでボンドチャンネル、チャンネル登録がまだの方はチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。